アニソン、ゲームソング、声優、そしてグループアイドルの新しめの美味しいところをダイレクトにお届けするプログラム、メイジスリリースインフォメーション、VJ のクラッカータです。ついに来ました、10月アニメ日暮らしの泣く頃に GO、主題歌シングルオープニングを歌います、朝香さんをゲストにお迎えします。そしてエンディングのあやねさんにはビデオメッセージ、同じくビデオメッセージ、集大成の6枚目のアルバムをリリースする今井あさみさんにも頂戴しています。それでは参りましょう。 So let's get started。 おかえり。ただいま。私の泣く頃に GO 好評放送中。この秋最大級の注目を集めてテレビアニメ日暮らしの泣く頃に GO が放送開始。オープニングテーマは多くのアニソンを歌う朝香が担当します。日暮らしの数々の名曲を手掛けた志倉千代丸がヒントを多く忍ばせた歌詞に激しく混沌、そして弛緩する楽曲 I Believe What You Said を提供。カップリングのラウドでヘビーな楽曲、そしてステップする軽快な新曲を手がかりに2020年最新の朝香をとにかく感じてください。今月のゲスト朝香さんです。はい、今回のゲスト朝香さんをお迎えしました。よろしくお願いします。どうもアニソンシンガーのアジェンサカーの朝香です。よろしくお願いいたします。I believe what you said、 発表でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今回はですね、現在放送中のテレビアニメ日暮らしの泣く頃に GO のオープニングテーマということで、私も本当に日暮らしが大好きなんですよ。なのでその日暮らしの曲にまさか自分が関わって歌えるなんてもう思ってもなかったので、最初お話聞いた時にすごくすごく嬉しかったです。でもやっぱり日暮らしっていう作品がすごい歴史もあるし、そして世界観がすごく作り上げられているものなので、そこに自分がどうやって寄り添っていくかっていうのがすごく今回キーとなる感じでしたね。カップリング曲なんですが、はい、2曲とも朝香さん作詞されています。私基本よし作詞をするぞって言って机に向かっちゃうと歌詞が出てこないタイプなんですよ、うん、なのでお風呂に入ってる時とか、あとこう電車での移動中にパッと思い浮かぶことが多くて、その度にボイスメモだったりとか自分で声を入れたりとか、あとあのメモ帳にこうやって書き留めたりして、そのワンフレーズワンフレーズを忘れないようにして、でいざ作詞するよってなった時に自分が書き留めたそのネタ帳から一個一個引き出して、あ、あれ使えるこれ使えるっていうのをいろいろ引用しながらガッチャン合わせて作っていく感じですね。秋になっていろいろ美味しいもの出たね、増えてきましたけども、はい、朝香さん、はい、あのまあ、鍋はちょっと早いけども秋口に食べたいなと思ってるものって何か、はい、そうだ、あります。今考えてるとこあります。私はもうクラムチャウダーが食べたい。あったまりますね。で、あったかい、でも言いながら年中食べてるんですけどクラムチャウダー。あ、好物なんですね。大好物なんですよ。あのお母さんの作るクラムチャウダーが一番好きなんですけど、でもまだ名古屋に住んでるし、なかなかクラムチャウダーだけ食べに名古屋に帰るのもちょっとね、フットワークだいぶいるので、なのであの牛乳でこう薄めるだけでできるやつ、缶状で ありますね、温めるやつでいつも牛乳作ってます。そうなんです、はい、じゃあもう年がら年中って失礼ですけど、はい、あのクラムチャウダーは割と、はい、秋だけではない。まあでもこう温まるというよりはやっぱりこの肌寒くなる季節から嬉しいのかな。あとおでん、おでん、コンビニのおで
もう私コンビニのおでんの糸こんにゃくが本当に大好きで、あのこうキュッてまとまってるやつ、結ぶやつをキュッてほどいて麺みたいに食べるのが好きなんですよ。糸こんにゃくをスル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 ってすするのが割とあれですね。じゃああのワンメイクリメイクして食べてるんですね。そうですね、そのまんまじゃなくて、そうあのなんか糸こんにゃくをガブじゃなくて糸をちゃんとほどいてほどいて食べるすするっていうね。あ、卵の黄身をねちょっとこうスープで割って飲む、あれ、あ、共感の声がスタッフさんから、美味しいんですよ、あの残りのつゆとね、美味しくいただく。おでんね、おでんの季節がやってきましたね。でも朝さん、これ注意しなきゃいけないのは、あのコンビニ業界でですね、はい、おでんをやめるところもでき出てきてるんですよ。あら、なんでしっかりここはおでんまだ続けてるな、ここはやめてしまったなっていうのを分けてお使いにならないと、あれ今日行ったとこおでんなかったみたいなことに、ね、なることもこれから出てきますね。なんなんなん、需要まだありますから。なかなかお家のおでんってね作れないんですよ。煮込む時間もかかるし ね、手間もかかるんで、コンビニのおでんそっかー、なくなんないでほしいな。まあクラムチャウダーおでんとお伝えしましたか。だいぶちょっと差が激しいんですけど。さあ今それからですね、はい、朝さん、GoTo 〇〇っていうのが最近ね、あの日本の中では後押しされてますけど、はい、GoTo Eat とか GoTo トラベル、ちょっとこの辺あの日本の再発見じゃないけど行ってみたいななんて場所、あの朝さん何ですか。私はやっぱ沖縄に行きたいですね。行ったことないんです。あ、そうでしたっけ、あれなんか島で撮影したのは、まあ、島は新島に新島ですね、行ってきたんで、一応新島も東京都なんです。あんなにね、景色が美しいのに、なので、行きたいですね。落ち着いたら、水着着てね、キャンなんか行きたいですね。2020から2021に向けて、はい、朝からチャレンジしてます、トライしますなんていうのがありましたら、ここでぜひ発表していただきたいと思います。今まではジャズロックだったりバラードもだったり、それこそ今回のようなすごいダーク感な感じの曲も歌わせていただいているので、次は演歌、ちょっと和を意識した曲を作ってみたいなと思って、意外と拳とかしゃくりとかそういう技法を使った歌い方ってすごく得意なんですけど、なかなか安心でそれを使うって難しいんですよね。テンポも速いので、なのでちょっとゆったりとした聞かせるバンドがやっぱり演歌なんじゃないかなと、ね、じゃあ着物ですね。着物、それこそ去年成人式の時に、今年の成人式でおばあちゃんは真っ赤なね、ちょっといい着物を買っていただいたので、その着物を着て、私もちょっとそういう今までやったことないアニソンに今までなかったジャンルの曲をやってみたいなって興味ないです、ね、こっちの方で才能に花を咲かせたら今も咲いてます、ね、いやアジアに咲く頑張りますということで、2020から2021、いろんなチャレンジもない、はい、チャレンジトライは見れるかもしれませんが、専属メディアの明治スリーグスの本社いち早くじゃあぜひお伝えします。それではこれをご覧になっている皆さんに向けて、はい、お口をお願いします。はい、本当に今回のシングルは日暮らしのことだけを思ってすっごい気持ちを込めて歌わせていただいたので、アニメのファンの方々にはきっとわあいい曲だなって思ってもらえる曲に仕上がったと思います。ぜひお手に取ってください。よろしくお願いいたします。さらにですね、11月20日の金曜日に初のオンラインワンマンライブを開催いたします。やったー、ちゃんとバンドを入れて本格的にアニソンをね世界中にお届けしたいと思っております。しかも今年の4月にオリーブの手術をしたんですけど、復帰後初のワンマンライブでもあるので、ぜひちょっとパワーアップして帰ってきた方の姿もぜひ見てください。よろしくお願いいたします。待ってるよ。はい、今回のゲスト朝香さんをお迎えしました。朝香さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。演歌歌います。あらよっぽ、あらよっぽ。アニメ日暮らしの泣く頃に GO オープニングテーマ、朝香 I believe what you say。
ナオンセ。テレビアニメ日暮らしの泣く頃に GO、 エンディングテーマはコンプレックスイマージュなど多くの日暮らし曲を歌うあやねが新曲を提供します。アニメエンディングで印象的に流れるこの曲、神様のシンドローム、ヒリヒリとした言葉とサウンドとのせめぎ合いが絶妙です。カップリング曲フラストレーションはアプリゲーム日暮らしの泣く頃にメイ主題歌。あやねさんからコメントが届いています。皆さんこんにちは、アニソンシンガーのあやねです。現在放送中のテレビアニメ日暮らしの泣く頃に GO、 エンディング主題歌神様のシンドロームを担当させていただいております。皆さんもうアニメの方はチェックしてくれてますか？そうですよね。実はですね、あやねは第2話のエンディングから、ね、情報が解禁になって、もう本当にですね、この解禁になるタイミングまでドキドキしながら楽しみに待っていた一人だったので、こうしてやっとお知らせできてとっても嬉しく思っておりますね。だいぶアニメの方の放送も進んできておりますので、まだチェックしていないよという方がいたらですね、ぜひ本編の方もチェックしていただいて、エンディング主題歌神様のシンドロームもチェックしてもらえたら嬉しく思います。そんなあやねではありますが、日暮らし作品以外にもですね、メモリーズオブ、イレブンワイズ、ネプチューンなどなどたくさんの主題歌を担当させていただいておりますね。日暮らし作品をね、たくさん担当させていただいておりますけれども、例えば嘆きの森、ね、ちょっとダークな感じで驚くシーンが曲だったりするんですけれども、またコンプレックスイマージュのようにダンサブルでちょっとこう振り付けがあってちょっと笑顔になってしまうような、そういう楽曲である、その先にある誰かの笑顔のためにだったりとか、本当に日暮らし作品シリーズでは幅広い楽曲を歌わせていただいております。でアニメのエンディングになっている神様のシンドロームの楽曲はですね、とても切なくて、私はゲームの、ね、楽曲で担当させていただいておりますけれども、アニメの映像で実際にね、自分のエンディングが流れてきてた時は本当にドキドキしました。なのでアニメと一緒にこれからエンディングの応援も引き続き皆さんにしていただけたらなというふうに思っております。日暮らし作品はですね、やっぱり楽曲の方もたくさん日本だけじゃなくて海外でも歌わせていただいておりますので、まだあやねの日暮らし楽曲をそんなに知らないよという方はですね、アニメと一緒に楽曲の方もチェックしてもらえたらいいなというふうに思います。そしてですね、ちょっと先ほどゲームの話題にも触れたんですけれども、日暮らしの泣く頃にメイというですね、スマホアプリゲームの主題歌フラストレーションも実はあやねが歌わせていただいておりますので、アニメと一緒にゲームの方もチェックしていただけたら嬉しいなというふうに思います。そんなあやねではありますが、神様のシンドロームが11月の4日にシングルリリースされます。ぜひたくさんの方に聴いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。以上あやねでした。バイバイ。声優アーティスト今井あさみ、4年ぶりのフルアルバムのリリースが決定しました。シュタインズゲートゼロ後期エンディングワールドライン、パステルメモリーズオープニングビリーブインスカイ、そしてDVD 版とブルーレイ版にはプラスティックメモリーズエンディングの朝焼けのスターマインニューバージョンを収録、そして史上あふれる3曲の新曲をフィーチャー、アーティスト今井あさみ以外には表現できないシアトリカルな世界観を描いていきます。今井あさみさんからもコメントをいただきました。それではお願いします。皆さんこんにちは、今井あさみです。私この度4年ぶりになりますフルアルバムを発売させていただくことになりました。タイトル
の方がジーン・オブ・ジ・アースというタイトルになっておりまして、日本語に訳すと地球の遺伝子ということで、私たち地球上に存在している全てのものがこう健やかに過ごしていってほしいという願いを込めた、曲となっております。楽曲の方も新曲が全部で3曲入っていたりとか、あとブルーレイ版と DVD 版を買っていただくと、朝焼けのスターマインのアズドゥアバージョンというですね、ちょっと明るめの朝焼けのスターマインだったりとか、リマスターの曲が入っていたりだったりとか、そういった感じのアルバムになっております。久々にレコーディングの方を進めさせていただいたんですけれども、なんかやっぱり歌を歌うのがすごい楽しいなっていうのをかみしめながらレコーディングをさせていただきました。 MV だったりとかも撮影しておりますので、もしよろしかったら気にかけていただけると嬉しいなと思っております。ライブの方も、2020年に立て続けに3カ所行うことになっておりまして、このタイミングで見てくださっている方がどのタイミングかちょっとわからないんですけれども、またライブとかも来年以降も頑張っていきたいなと思っておりますので、気になった方はぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思っております。というわけで今井あさみでした。またね。今井あさみニューアルバムジーン・オブ・ジ・アース2020年11月25日発売。さら傷に背くより大きな夢かけ出そう。お送りしてきましたメイジスレディースインフォメーション、いかがだったでしょうか。今回のゲストは朝香さんをお迎えしました。朝香さんどうもありがとうございました。収録の次の日はですね、朝香さんのバースデーだったりました。去年はですね、あの EX シアター六本木でのライブなどもあったんですが、そこから1年経つんですね。朝香さん本当にお誕生日おめでとうございます。そして2020から2021、朝香さんはなんとジャパニーズトラッドミュージックにチャレンジするとインタビューの中で言ってくださいました。これはもう本当に専属メディアとして私たちも注目するしかありません。皆さんもぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。ということでまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。ロマンシングストーリー、飛び出たフィルムが今ロマンシングストーリー、静かにまばり出すロマンシングストーリー、それが少しの勇気でも思い続けたんだら、願いは叶う。